この間はたけしのおかげでいいメロディーができたよ。だからさ、もう一回雷に歌えてくれないかな。え？やだよ。だよねー。でも今度は歌詞が書けなくて悩んでるの。どうしたらいいんだろう。うわー、たけし？また？え、女の子になった？ねむちゃん、こんばんは。赤色キノコのタケラですよ。タケラさん、こんばんは。こんばんは。もうね、タケシには森に帰ってもらってね、タケラさんが来ましたよ。タケシ森に帰っちゃったの？はい、一旦帰ってもらいました。あ、なるほど。はじめまして、タケラさんね。あのねむちゃんの動画たくさん見ましたよ。え、嬉しい。かわいいですね、ねむちゃん。ありがとうございます。ゲーム実況でたくさんトイレと言って。いや、トイレは違うの。ねむ、本当にトイレ好きなわけじゃないんだよ。本当だよ。そうなの？じゃあ、お気に入りということかな？それも違うような気がするけど。オッケーオッケー、わかりました。はい。ということでね、ねむちゃん前回、たけことたけやんと一緒に曲を作ったみたいだけど、初めての曲作りはどうだったかな？なんか難しいと思ってたんだけど、うん、二人にサポートしてもらいながら、うん、形になったからすごいワクワクしてる。あー、よかった。それは一応前回はサビを作ったんだよね。そう、サビだけ。そしたら今日は前回作ったサビのメロディーに歌詞を載せてみましょう。やったー。はーい。ということで一度前回作ったサビを聞いてみるよ。はーい。すごい、なんか改めて聞いたらやっぱりいいね、これ。いいね、なかなかポップで楽しそうなメロディーだね。うんうんうん、そうなの。ねむちゃんはこの曲どういう感じの歌詞にしてみたいですか？この曲なんか自己紹介の歌みたいにしたくて。はいはい。だから、ねむのことがわかるような、なんて言うんだろう、ねむのことをいっぱい詰め込みたいかな。そうだね。じゃあねむちゃんの曲にしたいってことだね。そう。はい。そしたらね、歌詞を作る上でだいたいね、A メロ、B メロ、サビっていうのがあって、だいたいね、たけらさんが歌詞を作るときは、A メロで、こう、説明、B メロで、でもこういうことがあったよな、で、サビで答えを出す、という作り方が主流なんですけど、今回はねむちゃんの曲ということで、ということで、A メロに、ねむちゃんの特性、ねむちゃんの性格だったり、特徴、こういうことが好きなの、とか、こういうことが得意だよっていうことを A メロに詰め込みたいと思います。うん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 。そして B メロに、でもこういうとこあるんだよねみたいな、短所、おっちょこちょいなとこあるんだよねとか、なるほどなるほど、そういう自分の弱みだったり、そういうことを歌詞で言いたいなって思います。うんうんうん。そしてサビで本質だったり夢とか野望みたいなものを、もうねむちゃんですっていうことを伝えるための歌詞にしたいなと思います。はい、ということでねむちゃんにいろいろ質問したいなと思うんだけど。あ、どんと、どんとこい。どんとこい。じゃあどんといくよ。うん。自分のことをどういう性格だと思いますか？ねむは、しっかり者の頼れるお姉ちゃんで、うん、細かいことはあまり気にしない。あ、そうなんだね。そう。しっかり者？え、うん、しっかり者だよ。あ、そうなんだね。大丈夫、大丈夫。うん、私の思ってたねむちゃんと違うかったから。あ、そっか、大丈夫か。はーい。じゃあね、ねむちゃんのいいところっていうのはどこかな？ねむのいいところは、そうだな、人とフレンドリーに話せるところ。フレンドリー。それはすごくいい長所ですね。うん。人見知りとかじゃないのかな？心の中では緊張してるんだけど、なんていうのか、表向きは
取り繕えるから、うん、あーなるほど、うん、道化師ってことですね。そう、猫かぶりなの。あら、じゃあ悪いところってありますか？短所とか。悪いところは、うん、生活力がないところ。生活力、例えば？部屋が若干散らかってるとか。若干なのかな。若干だよ。あとは、うん、料理しないとか。料理はしたことはあるんですか？したことはある。ちなみに何を作ったの？チャーハンとかオムライスとか。チャーハンの具が気になるな、うん、チャーハンの具はね、でもウインナー入れるのが好きなんだ。あ、ウインナーと？ウインナーと、うん、人参と。人参と。と何入れるかな？玉ねぎ？玉ねぎ。あんまり入れないとベーコン入れたりするけど、ウインナーとかぶっちゃうから。なるほど。米なしチャーハン。あ、米は入れよ。はい、じゃあ一番ここ大事、うん、一番のネムちゃんの夢、野望ある？ネムの夢は、うん、ネムの描いたイラストで個展を開くこと、うん、素晴らしい。見ましたよ、動画4コマ漫画。あ、懐かしいやつだ。すっごい可愛いよね。ありがとう。じゃあ次、最近ネムちゃんが眠ってる時に見た夢ありますか？最近は、なんか、なんだったかな、なんかの企画で、うん、液晶のペンタブレットが当たる夢を見た。あ、すごい。やっぱり絵を描くことが好きなんだね。でも起きたらなくて悲しかったな。悲しい。それは悲しい。じゃあネムちゃんの一番好きなことって何？一番好きなことは絵を描くことかな。絵を描くこと、うん、他には？あとは歌うことも好き。あ、歌うこと、いいですね。だからこうやってね、オリジナルソングを作って。そうそうそう。じゃあこれはね、入れたいなって思ってたことがあります。ネムちゃんの好きな食べ物、うん、好きな食べ物はグラタン。グラタン。そしてチーク菓子。チーク菓子。ネリネリ。あ、うん、ネリネリ。そう、ネリネリ。ネリ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 で、あの、ネリ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 。あー、ネリネリね。他にはあるかな。あとはレモンも好きかな。レモン、そのま丸かじり。丸かじりはしないけど、レモンのジュースとか、お菓子とかケーキとか、レモン全般好きかな。あ、酸っぱいものが好きなんだね。ネムちゃんの人生は酸っぱいですか？ネムの人生酸っぱいね。酸っぱい。甘くはない、うん、甘くないね。そうですか。たけらさんは毎日苦いですね。やっぱり甘くないのかな、人生って。そうだね、人生は甘くない。はい、ということで、逆に、うん、嫌いな食べ物はありますか？嫌いな食べ物いっぱいあるんだよね。あ、いいですよ。トマト。コーラ？ナスビ。トマト、トマト。あ、トマト。トマト、ナスビ、ピーマン、キノコ全般。キノコ。キノコ嫌い？キノコ嫌いなの？キノコ嫌い。あら！どう頑張っても食べれない。卵も嫌い。卵嫌いなの？あれ？そう。さっきオムライス作ったって。なんか半熟な感じが苦手。あ、じゃあガチガチ卵してるのが無理だから、うん、焦げる直前ぐらいまで焼いて食べてる。焦げの味までにしないと食べれないってこと？そうそうそう、半熟とか絶対無理。あ、じゃあもう別に卵じゃなくてもいいね。焦げを食べて生きていけばいい。やっぱ苦いのかもしれない、ネムの人生も。最後の質問です、うん、ネムちゃんの生きていく上でどういうことを大切にしてますか？例えば、座右の銘とかってあったりする？あー、座右の銘、なんとかなる、うん、なんとかなる。なんとかなってきたか？なんとかなってきた。なってきたんだ。あまり深く考えずに、うん、なんとかなるっていうスタンスで生きてるわ。それじゃあね、これからもなんとかなっていくといいね。うん、なんとかする。あ、なんとかしてきたのかもね。それはちょっと深いね。深い話になってくるね。わぁ、ネムさんの深い言葉ですよ。それ自分で言うとね、深くなくなっちゃうんだよね。あれ？あれ？ということで、だいたいネムちゃんのことは分かったので、歌詞を作っていきたいと思います。うんうんうん、あ、今の質問から歌詞が、うん、できる？そうですよ、できますよ。と言っても、今回はサビだけなので、うんうん、やっぱりサビというと、うん、作曲する上で一番大事なところなので、うんうんうん、一番のサビっていうのがメインディッシュです。レストランで言うと。そうだよね。うん、そう。だから、この一番大切にされている1サビに、
やっぱりね、たけらさんもたくさんの人たちに可愛い可愛いねむちゃんのことを知ってほしいからねむちゃんのお名前をサビに大胆に入れたいなと思います。おお、なるほど。うん、ということで月夜だけねむちゃん。月夜だけねむです。月夜はあれだよね、ムーンの月だよね。うん、に夜、夜で、たけのこのたけ、たけ、うん、はい、月夜だけねむですという歌詞をサビに入れたいと思います。あれ、あれを入れようかな。ねむちゃんが動画を始める前にいつも言ってるあれ。あ、起きて、立って、寝るだけ。かわいい。いつものやつ、これを入れたいと思います。来て、食って、寝るだけ、月夜だけねむです。言ってるよね、毎日。毎日のように言ってる。ちなみにね、頭のキノコ、たけしさん、うん、うんうん、たけしさんの紹介もついでに、ついでだからしてあげるか。あ、してやるか。まあ、ついでだし。そうだね、してあげようかな。ちなみにねむちゃんのことを好きで見てくれてる人たちのことはなんて言うのかな。月夜だけっていう。夜だけ、月夜だがカタカナで、うん、いい感じ。あー、なるほど。そしたらその月夜だけさんたちとねむちゃんはどういう感じになりたいの。もうそうだな、仲良くなりたい、みんなと。もっと。そうだね。そのみんなとどういうことをしたいとかある？なんか野望というか。なんだろうな。ずっとねむの成長を見ててほしい、うん。成長を見ててほしい。そしたら、サビを一緒にまとめていきましょう。うんうん。私的に、最初はやっぱりねむちゃんのことをたくさん知ってほしいから、ねむちゃんの自己紹介をした方がいいと思うんだよね。うん、そうだね。サビの最初にねむの紹介を。そうだね。で、頭のたけしさんは、ついでに自己紹介してあげようか。そうだね。まあ、ついでに仕方ないから。そうだね。うん、ついでにね。うん。ということでね、最後はどうしようか。最後か。うん。ねむからの、うん、月夜だけのみんなへのメッセージとか、うん、どうかな。あ、いいね。きっと月夜だけさんたちも喜ぶね。喜ぶかな。うん。じゃあそんな感じで作っていこう。うんうん、作ってみよう。ねむちゃん、サビの歌詞ができましたね。はい、できた。はい、できたね。うん、こんな感じになりました。ドンドン。どうですか、ねむちゃん的に。これめちゃめちゃいいんじゃないかな。いや、いいですよ。これはきっと月夜だけの皆さんも喜んでくれるかなと思います。うんうん。ちなみにね、ポイントはね、お友達になってほしいなってこう言ってるのがねむちゃんの言葉っぽいなって思う。そうだね。お友達になってほしいっていう気持ちもこもってるしね、うん、めちゃめちゃ。ということで、ねむちゃんに歌っていただいてもいいかな。まあ、任せてよ。自信なさそうだね。まあ、任せてよ。任せるよ。それでは、歌っていただきたいと思います。起きて、食って、寝るだけ、月夜だけ眠れず、頭のキノコを駆けしています。もしよかったらレムとお友達に、みんなで出会い夢みたいから頑張る。ちょっとねむちゃん、どうかな。もうね、たけらさんも感動しちゃって、もう涙が止まらない。キノコって涙出るんだ。キノコも涙出るよ、もう。ということで、この曲をね、引き続き A メロ B メロと作って、うんうん、フル尺でねむちゃんと一緒に完成したいなと思いますので、ねむちゃん頑張ろうね。頑張ろう。えいえいおー。えいえいおー。待ってて、赤い夢みたいから頑張る。そう、もうね、これ風だと思ってつけてみたの。いや、ねむを目指してるわけじゃないんだけど。頑張る。これもなしで。なし。まだなんかイメージと違うかな。まだちゃう。頑張る。あ、どう。これいい。これいいよ。今までの中で一番いい。うん。起きて、食って、寝るだけ、月
時の子だけ捨てています。もしよかったらでもどう友達にみんなって出会い夢みたいから頑張る。